feeble humans. Let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite the ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Demore Amata. Do something, cop! After you. Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょうか。はい。今回からね、チャプター1の2ということで、はい、なんとかね、最初のコマンド、無事に行けたなっていうところでしたね。うん、怪しいおじさんも出てきたからね。で、まぁ、ここちょっとね、最初、いろいろと、なんだろう、修羅場みたいなところはありますけど、まあ無事ね、切り抜けられるんじゃないかなと思ってますけどね。まあ先のね、村の中央と比べたら、まあ全然大したことないかなというふうには思うんで、まあ、そこら辺はご愛嬌って言うと、何がご愛嬌全然日本語になってないけどね。うん。まあただね、なんかね、こっからちょっとさ、なんかダイナマイトバンバン飛んでくんだよね。多分なんかそれがうまく避けられなくて、なんかチュドンチュドンやって、なんか谷底に落ちていきそうな気もするけどね。はい。バイオ4のやっぱ醍醐味っつったら、個人的には武器改造なんだよね。まあ何の武器をこう新しい一番最新の強い武器に変えるまでに、どこまでのそのコストを抑えながら成長させつつでも進めていくかっていうのがね、結構重要なポイントになってくるんじゃないかなと思うんですけどね。うん。そりゃアタッシュケースから買うでしょうよ。物を持てなかったらね、集められる。で、今回ちょっとね、どうしようかな。いらないかな。これまでね、その、
普通に一からやっていくときってマシンピストルを買ったことがなかったんですけど、マシンピストルを買ってやるっていうのを今回ちょっと初プレイでやってみようかなと思うんですよね。はい、マシンピストル初プレイ。うん、まあそっちの方がね、雑魚敵倒すのにはねだいぶ楽ですからね。さてさて、じゃあ進めていきましょうか。うわー、なんか慣れないな、やっぱりコントローラー。なんかうまくこう、曲がれないっていうのがね、厳しいんだよね。あ、そうそう。でね、前回なんかアイテムをこう、なんか回転させたりとかっていうのができなかったんですけど、ちょっとその方法をね、ついに入手することができましたんで、はい。今回は大丈夫なはず。ちょっと待って、どのボタン？これね、ボタンが遠いのよね。あれ？違ったかな？あれ回転させる方法俺忘れちゃった。あれどのボタンを押したのにな。ちょっとわかんないな。もういいや。まあなんか次回くらいまでには回転の方法をちょっと勉強して、もうちょっと綺麗なアタッシュケースにできるようにしておきたいなと思います。わかんないね。いろいろ今ボタンを押して試してるんですけど、全然、全然ダメ。どのボタンを押しても回らないっていうね。はい。まあいいや。ちょっとね、先日、急にトークテーマ、最近楽しかったこと楽しかったこと、うん、広島に行ってきまして、久しぶりに行ったかな。2年は行かないか。そうだね、2年前のお盆に嫁さんと車で行ったから、まあ1年と8ヶ月9ヶ月ぶりくらいかなに広島にちょっとね、とあるビッグボスに呼び出されてね、行ってきたっていうのがあったんですけど、まあめちゃくちゃ楽しかったですね。やっぱ人生の先輩にお会いして、いろいろとこう刺激とか知恵を授けてもらう機会があるっていうのはすっごいありがたいというか、うん、なんかまたこう頑張ろうみたいなね、きっかけにはなったりしますよね。うん、広島の飯は美味しいしね。やっぱまあ無難にお好み焼きもうまいんだけど、個人的には国松っていうね、汁なし担々麺のお店が美味しいんですよ。ただね、まあ、ちょっと都合上駅前の汁なし担々麺しか食うことができなかったんですけど、駅前の汁なし担々麺はね、なんか駅マルシェっていうのが広島にあるんですけど、そこはちょっと微妙かなという気はしますね。やっぱ食うなら八丁堀の国松ですね。ちょっと駅からまあ歩いたら20分くらいかかる場所なんですけど、まあでもそもそもその原爆ドームとかにも まあタクシーだって10分15分くらい、歩いても30分もかからないくらいのところにあるんですけど、まあそのくらいの距離だったら広島の街並みをこうちょっとね楽しみながら散策するっていうのはすごいいいかなと思うんで、まあちょっと諦めました。はい、もうどのボタン押してもダメだったんで諦めましたっていうところだったんで、まあまあそんな風にね楽しんでもらうのがいいのではないかなと思ったりはするんですけど、そうそうそう。で八丁堀から、原爆ドームまで歩いて10分はかかるかさすがになくらいの距離のところではあるんで、まあそんな風にね落ちてた。楽しんでもらうのがいいんじゃないかな。だから国松で飯食って、あとね原爆ドームから、あやばい。あ、やばい。あ、よかった。うん。原爆ドームから歩いて、どのくらいだろうな。これも10分くらいかな。原爆ドームから歩いて10分くらいのところで痛い。三日月って、カタカナで三日月っていうお店があるんですよ。そこがお好み焼き屋さんのお店なんですけど、今回ちょっと行けてないんですけど、そこが個人的にはね、なんかほら、よっちゃんじゃない、みっちゃん総本店とかあるじゃないですか。お好み焼きの有名なその会社ですよね。あそこら辺で行くと、あ、やべ。今回食らった。あ、焦げてんだね、ちゃんと。うん。そう。あそこら辺で行くと、なんだっけ。個人的にはそのみっちゃんとか行くよりも、その三日月ってお店行った方がいいかな。なんかね、面白いんですよ。基本そのお好み焼きって、潰した後にこう、綺麗な丸になったりするんですけど、ね、みっちゃん、三日月に関してはね、そんなに綺麗じゃないっていうね、嘘みたいな。綺麗じゃないのに美味しいので、見た目は綺麗じゃないですけど、味はめちゃくちゃ美味しいし、安くてでかいっていうのが、やっぱあるんですよね。まあそんなこんなで、だから国松と三日月ってお店はぜひね、広島に行かれる方がいらっしゃれば、ぜひ調べて行ってみていただけたらなというふうに思います。まあ今回ちょっと市内じゃなくてね、東広島っていうところに行ってたんですけど、まあ広島の中でも、まあ田舎
って言い切れない、広島の中で田舎すぎるとも言えないけど、まあ市内に比べたらまあ田舎だわなっていうような場所ですけどね。はい、まあ、そのところにちょっと行ってね、ビッグボスとねちょっと一夜を明かしてきましたと。はい、なんか一夜明かすって言い方良くないな、なんかワオの世界になっちゃうかもしれないんで、はい、まあまあそんな感じですね。うん、だからね、なんかこうやっぱりいろんな人に会っていろんな刺激を合うっていうのはさ、こうこれまでできなかったことだったからさ、あのね、ずっと旅行とかね、あのやっぱ家族とくらいしか行くことなんてできないじゃないですか。人と会うなんてやっぱりね、まあ今普段当たり前にやってる人たちもまあいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、このご時世ね、なかなかね、その都道府県を越えてとかっていうのは、まあ、なかなか難しいところがありますからね。まあでも会えてよかった、すっごい楽しかったっていう話を聞いて、誰得っていうところなんですけどね。はい、まあちょっとあの美味しいお店のご紹介したんで、よしとしてください。はい、うん、そうそう。であとやっぱり最近まあ楽しいというか、まあいいよねって思うことが、なんて言うんだろう、あのあったかくなってきましたよね、だいぶね。あのもう中旬くらいからコート着なくて済むようになってきましたけど、うん、もう僕ね、ほんと寒いのがダメ、暑い方が全然マシっていうね、うん、いうそういう感覚なんですよ。あのね、地味にね、すごい難しいんですよ、このマウス操作っていうの、うん、ちょっとこれは慣れるしかないね。まああのチャプター3くらいには慣れてるでしょう、きっと。あのやる頻度が、スペースが落ちなければキック、やばい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 、フリ。そうだから最近はね、ようやくね、ちょっとね、これあの冬だとどうしてもね、あの走りに行くとか、朝一そのめちゃめちゃ寒いじゃないですか。だからね、筋トレを軽くやるとかっていうのもこれまでちょっとサボり気味だったんですけど、まあ、最近になってね、ちょっと暖かくなってきたから、布団からガバッと起きてね、あの体を動かすっていうのをちょっと習慣化できて、これ、やっぱ一番大きいよね。だってさ、寒いとさ、もう布団から出たくないんですよ。もうずっとこのままなんか一生寝てたいなみたいな、そんな感じなんですよね。あの、僕あんまやる気のない人間なんで。なんですけど、やっぱ夏だったらもう暑いから、じっとしてるだけで汗かいてきても嫌な気持ちになるんで、絶対動けなきゃならないみたいな感じになるんですよね。だからそれがあるんで、どっちかっていうと、まあ、冬よりも夏の方が僕は好き、あの活動が活発になれるからっていうのがやっぱ一番大きいんですよね、うん、そう。だから冬はできるだけ短い方がいいから、今年の冬は寒かった、マジで。去年の冬がね、比較的あったかくて、だから去年はその12月もう中旬まではその布団じゃないや、行って届くのかよ、あの布団じゃなくて、コートを着ないで生活を してたんですけど、会社とか出るときに。でも今年はもう11月の終わりくらいから、だから去年の11月ですね、の終わりくらいからもうコート着ての生活をしてたんで、いやー、今年はやっぱ寒かった。あと雪降る頻度と積もる頻度が、まあ、去年に比べたらだいぶ多かったかなっていう気はしますよね、うん。まあ、なんで長い冬を越えて今年は暴れる、30になるんや俺は。皆さんちなみに冬とか夏とか春とか秋とかね、あのまあ春夏秋冬でどこが好きですかね、うん、落ちないか、落ちた。じゃあ爆死かわいそう、ひと言。まあね、まあ、人それぞれね、好きな季節にあのその好きな理由っていうのがありますよね。例えばなんだろうな、あったかいからその夏が好きとか、あの寒いから冬が好きとかあれば、あのいや、あ、いや、なんだ、あ、こいつか、やべ、うわ、なんかもうめっちゃハーブ使わされてんじゃん。ああ気をつけ、はい、お命ちょうだいね、美味しいご飯、自分の好きなご飯がその季節で食えるからこの季節が好きだとかってね、いろいろあると思うんですけどね、うん。まあ好きな理由っていうのはいろいろあっていいとは思うんですけど、うん、まあぜひね、皆さんがこの季節好き、こんな理由でとかね、あったらね、まあぜひぜひいろいろと聞いてみたいななんて思いますけど。
なんか全然今日はあれだね、盛り上がりがないから話も全然咲かせられなくて、申し訳ないですね。ちょっとそうだな、次回なんかもうちょっと面白いテーマがあったら、あ、そうそう、人はなぜ攻撃的になるのかっていう話をね、ちょっと次回しようかな。ちょっともう間もなく20分か、まあまだ15分過ぎですけど、収録時間が、このチャプター全部やろうと思ったら20分超えちゃうと思うので、一旦ね、ここの警告のところが終わったら、区切りいいんで終わろうかなとは思ってます。ね、ここだけしかやってないのに20分ってやっぱ、あれだね、初プレイポジションでやったらこうなっちゃうんだね。ちょっとここは反省だな。もっとなんかサクサク進められるか。まあまあ、もしくは探索をすごいゆっくりやって、まあメインで進んで、まあゆっくりゆっくり進めていくっていうのもありかもしれないですけどね。これだから向きが変えられないから、赤と緑のに組み合わせたいんだけどできないよね。うん、まあ仕方ない。残念。囲碁が。そうそう。そんな感じなんですよね。だからまあ、ちょっとね、なんかそうそう、その今はそのなんで人はコンプレックスを持つ、なぜ人は攻撃的になるのかっていうのをコンプレックスの視点からね、こうちょっと次回お話ししようかなと思います。というのも、なんかね、なんか転職した知り合いが、そういうなんか社長とか役員とか、まあ上司がいるっていうお話をすごい聞くんで、なんかね、そこら辺のね、話をちょっと解説みたいな感じで雑談トークっていうのでやれたらなっていうふうには思いますね。さすがにあと、まあ、2、3分で話すにはなかなか難しい内容ではあるんで。これ、組み合わせ、俺ちゃんとうまくできんのかな？まあ、できるよね。多分。多分できるはず。よし。じゃあ、ここの門を次くぐったところで、一旦パート区切っておきたいと思います。はい。なんか、うん。季節と、広島美味しいご飯いっぱいあるよくらいのお話しかできなくてあれだったんですが、まあね、チャンネル登録と高評価でまた応援していただけたら嬉しいです。やっぱ初プレイっていうか、初キーボードプレイでなかなか慣れないところではあるんですけどね、ゴリゴリ頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ引き続き応援よろしくお願いいたします。ということで、くぐったところで本パート終了とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。ローディング早っ。